アスレチックス34勝90敗。何これ、すごいよね。藤浪がいた頃は割と勝ってたのに、勝ち頭の藤を放出するから藤浪が見下し投法してた。西海岸っていつもこんなイメージ。さすがに勝率3割を下にぶっちぎって9月になる前から100敗カウントダウンは西海岸でもいつもあるわけじゃない。もしかしてまだ藤の勝利数超えた投手いない？チーム最多勝が藤の5勝で2位が3勝や。意外と勝ってるやん。今のアスレチックスは試合の外での問題山ほど抱えてるから本当に野球どころじゃないんだよな。 GM なんて極端な話、全敗しても気に求めないだろうし。ガチで藤しかいなかったチームだった。これが同地区にいてコンテンダーして5割前後のエンゼルスさん。移転に向けてお金貯めないといけないから仕方ないね。ベガスは土地代かからんけど聖地にアホほど金かかる。まあ本拠地移転まではレームダック状態や指導でもええんちゃうの。どんなに弱いチームでも3割勝つとは何だったのか。でも儲かってるんやろ確か。もう藤浪いなくなったから誰も興味なくて草。ご視聴ありがとうございました。